これは永昌寺の仏殿の、十二支の絵馬が書いてあるということなんで、これも徳川時代の、最初に建てられた鎌倉では唯一現存するこの仏殿です。この絵馬を紹介したいと思いますね。十二支を書いてくれるんです。ただの前ね、大きさだね。ミーですね、これはね。これはイノシシだな。なかなか立派な食器だね。これは竿か。見事だね、これは。これは十二支の完成ですね。